おしっこが漏れそう。もう我慢できないよ。トイレを我慢しなくちゃいけない時って、まさに生きるか死ぬかのピンチネバー。生きるか死ぬかクイズ、トイレ我慢できない編。第1問、おしっこをしたくても電車の中などでトイレがない時どうすれば我慢できる？1、前かがみになる。2、お尻の穴に力を入れる。3、噴水のしょんべん小僧のふりをしておしっこ出しちゃう。早くしないと漏れちゃうネバよ。5秒で答えるネバ。正解は2ネバ。お尻の穴に力を入れる？どういうこと？まずおしっこは膀胱という臓器に溜まるネバ。膀胱がおしっこでいっぱいになると、それが脳に知らされて、今度は脳から膀胱におしっこがしたいという信号が送られるネバ。すると膀胱が縮こまっておしっこが出るってわけネバね。そんな時にみたいにお尻の穴に力を入れたり緩めたりを繰り返すと、膀胱が縮こまるのを抑えてくれて、おしっこをしたいという気持ちを少なくしてくれるネバよ。すごい。逆に1みたいに前かがみになると、膀胱が圧迫されておしっこしたくなっちゃうネバね。なるほど、とってもわかりやすい。っていうか3のしょんべん小僧のふりして出しちゃうって意味わかんないでしょ。電車の中大変なことになっちゃうよ。ああ、途中の駅で降りてようやくおしっこできた。これでバッチリ。と思ったら今度は下痢でお腹痛いよ。第2問、下痢を和らげるときに効くのはどれ？1、手の甲にあるこのツボを押す。2、親指と人差し指の間にあるこのツボを押す。3、ツボに入る。早くしないと漏れちゃうネバよ。5秒で答えるネバ。正解は1ネバ。手の甲のツボってどのあたり？このツボはその名もズバリ下痢点。中指と薬指の骨が交わるあたりをグイッと押すと、下痢でお腹が痛くなった時に和らげてくれる効果があるネバよ。ちなみに2は逆に便秘に効くツボネバよ。なるほど、ツボ一つで効果が違うんだね。っていうか3は何なのよ。意味ないし周りに迷惑だし、でっかい壺持ち歩いてるわけないし。はあ、途中の駅で降りてようやくうんこできた。これでバッチリ。と思ったら今度はおならが出そうだよ。最終問題、おならが出そうな時はどうする？1、気にせずしちゃう。2、何が何でも我慢する。3、窓からお尻を出してプッとしちゃう。ププッと解決。5秒で答えるネバ。正解は1ネバ。しちゃっていいの？おならは腸に溜まったガスを出すためにするネバだから、基本的に我慢しちゃダメネバ。我慢すると腸にガスが溜まっちゃって、お腹が痛くなる原因になるネバよ。さすがに人に向けてするのは良くないネバだから、周りをよく見てからしてネバね。ちなみに私、
下痢の時におならしようとしてうんこ出たことあるんだけど、そんな時どうすればいいの？それは知らないネバだけど、おならをしたらうんこ出そうな時は個人個人に任せるネバよ。あと窓からお尻出すのは危険だからやめた方がいいよね。もちろんうんこもね。どうだったねバカ。今回みたいに電車とかでおしっこやうんちができないときは参考にしてほしいねばね。でも普段は我慢せずトイレに行った方がいいねばよ。というわけで今回も楽しく学んで生きる力伸びたねばね。ちなみに私くしゃみしたらその勢いでうんこ出ちゃったことあるよ。ネバネバ TV を見てくれてありがなっとうネバ。チャンネル登録してネバね。グッドボタンベルボタンも押してネバよ。イベントやグッズアプリの情報はホームページにあるネバよ。